皆さんこんにちは、ダイスです。今回は集まれ動物の森やっていきましょう。昨日の夜流星群が来ていたので星のかけらも探しに行こうと思います。まずは今日のハロウィンの格がまた新しいやつが入ってます。ハロウィンのスタンド5800ベル買います。買っていきます。では星のかけらを探しに行きましょう。どれくらい落ちてるのか楽しみです。あれ、レシピ？メッセージボトル、なんか久しぶりな感じがしますね。ティータイムに竹のセルフ。ってどんな感じのやつだろう。あ、初めてもらいました、竹かぐ。あったー。普通の星のかけらですね。今1個。うわ、星座のやつじゃないかな、これ。天秤座のかけらもらいました。よかった。でも2個しかない。あれ2個しかないよ。これも普通の。あ、なんか数少ない感じがしますね。これで全部？多分ちょっとずつ増えますよね。もうちょっと時間経ったら見に行こうと思います。今日琴乃ちゃんが来てるんだった。じゃあファッションのやつお願いしよう。今日は何でしょう。今まで着てるのと一緒なのかな。テーマはメルヘン。わ、初めてだ、メルヘンか。今のも十分メルヘンな気がするんですけど、どうしようかな。ちょっと今家にある服で着替えてきたいなと思います。なんか持ってたかちょっと忘れちゃいましたけど、行ってきましょう。仮想系のやつでいけんじゃないかと思って羊の服と羊の帽子があったのでセットだからと思ったんですけど、足元が何もないのでなんかないかなと探して聞きたいと思います。さすがにね、これはちょっと恥ずかしい。いや、顔にもですね、猫のひげみたいなやつつけてみたんですけどなんかしっくりこなさすぎてびっくりしますね。あと髪色とかもちょっと変えてみました。なんかないかな、これ。いや、さすがにあ、魔女の帽子ってストライプもあるんですね。かわいい。あ、これだったらマーメイド系な服だと足もある。あ、そうしようかな。足元が本当にないんですよね。じゃあこれで合わせてこよう。買っちゃう。頭だけ。これもちょっとおかしい感じになってるけど着替えてきます。まあいいよね。できました。あ、できてない。顔忘れちゃった。顔すごいことになってるけど、あ、まあいいか顔
そのまま来ちゃった。落としてくるの忘れましたね。まあいっか、これで見てもらいます。きぬちゃんいい感じやねって言ってたし、いいよね顔これでって思ってきちゃったんですが、恥ずかしい、みんな見ないで。顔にペイントじゃないけどなんかつけてる。お、感動してしまいましたって言われた。これで大丈夫だった？理想のコーディネートだったんだね。ありがとうございます。仕立て屋クーポンも送られてくるのと、もらったのは何でしょう。ケイトのカットソーってことは、T シャツじゃないんだ。あ、T シャツサイズカットソー、かわいい。ピンク多いですね。私もらうのなんかピンクが多いな。で、多分まだ星のかけら落ちてないと思うので、住民のみんなにいろいろとね、渡そうと思います。重機師の服はね、2個になっちゃうので、これは渡します。あ、似合う！似合うね。サービングカート、じゃあシェリーちゃんにはちょっと私のとっておきを渡しましょう。あの寿司の服をねもらったんですよ。マグロ寿司、え、これダメ？可愛いと思うんだけどな。お、背中可愛い、尻尾の黄色と合ってますね、似合うよ。お、猫車だ。サービングカードも猫車も、島の中に飾ってあるから2個目なんだけど、でも嬉しい、かわいい。背中かわいい。あ、達夫くんは寝てるんだ。他の子のところに行ってみたいな。ちょっと探してみます。ん、セバスチャンがお家にいる。あれ、何やってんの、どうしたの。はい、また誰か出ていくかなって思ったらチョロ吉か。チョロ最初えって思ってたんですけど、好きなキャラになってたんだけどな。でも他の子にも会ってみたいから頑張って。あの和風のお家はね本当に可愛かったんですけどね、なんか最後に渡したいな。まだ受け取ってもらえますよね、大丈夫そうだ。どうしようかな、和風のやつ、和風のやつか、なんか作れるようになった竹のやつにしよう。引っ越し前だけど飾ってくれなくてもいいから思い出に持ってってほしい。あれどこ、あ、いた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 、待って。はい、これ好き？よかった、いつもヨガするんだよ。出てくって言ったじゃん、パジャマワンピ。いや、私が背中を押したんですけどね。いや、でももらっていただけたのは良かった。あとみんな何してるんだろう、なんか珍しく外にいないんですよね。あれ、ね、具合悪い。わ、薬持ってくる、待ってて。セバスチャンが、セバスチャンが大変だ。大丈夫かな。風だよ、それ風だよ。ここあるよ。あ、よかった。ショールコーデワンピ、そんなの持ってるの、どうして。どうしてどうして、ワンピース持ってるんだけど。わ、しかもかわいい、不思議なの持ってましたね今日は。またいや、筋トレ治ってからにしてね。よかった、珍しくこの時間帯みんな家にいる。エスメラルダちゃん、
何作ってるの？桃の壁紙？それ持ってないです。知りたいです。嬉しい。桃の壁紙屋さん。この子のお家はですね、私がプレゼントしたやつがね、結構飾ってあるんですよね。これ欲しいな。これシステムキッチンみたいなやつ、これいいですね。おしゃれ。え、なんでこんないいやつあるんだ、ここ。不思議じゃないですか。全部木なのにこれだけなんか近代的だよ。すごい。お、マキバちゃん、私今なんか持ってます。あげられるのないな。バンカサぐらいか。バンカサ使うかな。バンカサいります。そのさ、リボンつけてるの、なんかみんなつけてるんですよ最近。流行りなのかな。今度使ってね、バンカサ。よし、じゃあみんなに挨拶。いない。みんなお出かけしてるけど出会ってない子が多いですね。なんでなんだろう。で、これを回収して、星のかけらの残りは、まだ出てこないですね。全部取ってないですよね。1,2,313、17、やっぱないよな。あと3個あるはずなんですけど、私昨日の夜30回以上拝んだよ。お祈りしたんだけどな。なんかサクって落ちてるのかなっていつも探してるときは思うんですけどね。あ、あったあった、1個。あと2個どこかに落ちてるはず。あと住民のみんなが、あ、いた。ボブなんかかゆそうだね。取ってあげよう。ボブ止まって。はい、取ったよ。ポケットいっぱい。このまま逃がす。飲みたよ。よかった。今荷物いっぱいなんだね。パジャマワンピってどんな感じ。あ、かわいい。みんなかわいいの持ってるな。どうしようかな。これ1個置いて回収しよう。あともう1個どこかにあるはず。荷物が本当に私は多くて、この魚でかいから釣りたい。後で釣りやろう。まだ10月に入ってからちゃんと釣りしてないんですよね。見つけた。よし、じゃあこれで結果が出ますね。結果ちょっと見にくいですけど、星のかけらが全部で15個で、天秤座のかけらが4個と、1個だけ大きな星のかけらをもらいました。で、私が今持ってるレシピだと、スターナステッキ、これとこっち有人宇宙船が作れるので作ってみようかなと思います。初めて星のかけらをリセット後はゲットしたので、まだね、作ってなかったんですよね。リセットする前は1個だけ確か作ったのがあったんですけど、ステッキだったと思うんだけど忘れちゃいました。なんかゲットはしてたけど作らなかったような気もする。大きな星のかけらちょっと使っちゃうことになるんですけどね。可愛いから作っちゃいました。あとはこれ、これ確かね、セバスチャンからもらったんですよね、友人の抽選。これ置いたらどれぐらいの大きさなんでしょう。この辺一回置いてみます。お、でっかい。っていうか浮いてる。
わ、すごい。これ、これすごい。え、ここに置くことにします。わ、すごいね、浮くやつあるんだ、知らなかった。これは嬉しい。あとはこっちか、作れましたね、よかった、よかったです。まあ、とりあえずなんですけど、天秤座のかけらを使った家具とかもあるみたいなんですが、家具というか置物なのかな、あるみたいなんですけど、レシピ持ってないので、またもらった時には作りたいなと思います。この動画が少しでも良かった方は、高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!